皆さんこんにちは。実は女性を落とすために最も必要なのが信頼感だという事実をあなたは知っていましたか？女性が恋愛に求めているものは容姿でもお金でもなく、心から信じられるという信頼感なんです。この信頼感がないと女性はその先にある恋愛感情に進むことができないんですよ。そこで今日は女性が心を許した男性にだけ見せる態度7つ、信頼感は恋愛感情になると題して、女性がこの人とは恋愛に発展してもいいなと思っている男性にだけ見せる信頼のサインを全部で7つご紹介してきます。動画の最後には7つのうちで最も恋愛感情に近い項目を発表しますよ。ぜひ最後までご覧くださいね。それでは今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、誘いに乗ってくれる。誘いを断らないというだけでも女性があなたのことをどれくらい信頼しているかがわかるんですよ。女性が気の進まない誘いに必ずと言っていいほど使う言い訳が、ごめんちょっと忙しくてです。こう言われてしまったらそれ以上何も言えなくなってしまいますよね。女性はそれを知っていて、行きたくない誘いには必ずこの口実を使います。こんな便利な言い訳があるにもかかわらず、誘いに乗ってくるということはシンプルにあなたと会いたいということ。これは恋愛に発展しそうな雰囲気を感じますよね。例えば、明日って空いてる？仕事の後一杯どう？なんていう突然の誘いに乗ってくれるなら、女性からの信頼度はさらに高くなります。また誘いに何度も乗ってくれるのも、確実にこの人のことは信じられると特別な存在だと認められている証拠。これまでの相手のリアクションを振り返って、誘いに乗ってくれていたかどうかを思い出してみましょう。2、要望を伝えてくる。要望という表現は少し硬いですが、平たく言えばわがままですね。相手があなたに対して小さなわがままを言ってくるようなら、これは間違いなくあなたを信頼しています。例えば取引先に向かって自分の要望を通そうとわがままを言う人はいませんよね。これは相手に対して緊張感や警戒心があるから、しっかりと自分を抑えておこうとしているんですね。ですが、信頼できる相手にはこんな風に自制心を働かせる必要はありません。信頼感からついつい普段は言わないようなわがままを言ってしまうこともとても多いんですよ。中には女性のわがままに付き合わされるのが苦手な方もいるかもしれませんが、常識の範囲内でならできるだけ受け入れてあげることをおすすめします。相手があなたを信頼して甘えてきているので、ここで受け止めてあげることで一気に関係が進展することだってありえるんですよ。女性のわがままは恋の大チャンスというわけなんです。3、よく笑う。信頼できる人の前ではリラックスしてついつい目元も口元も緩んでしまうもの。自然と笑顔が多くなるのが普通です。女性は男性に比べて感情が顔に出やすい生き物なので、顔を見れば一発で相手の心理が読めてしまうんですよ。笑顔がぎこちなかったり、微笑んではいるものの営業スマイル的な距離を感じるのであれば、二人の距離はまだそれほど深まっていないはず。相手が無邪気に笑う顔を見せてくれた時が、心を開いてくれたサインになりますよ。もしも相手が誰にでも笑顔を見せるタイプの女性で、本心が読めない場合は、出会った当初の表情を思い出してみるのがおすすめです。出会った時からずっと自然な笑顔を向けてくれていたのなら、他の項目とも照らし合わせながら総合的に判断してください。でも少しずつ本物の笑顔を見せてくれるようになったというような変化があるなら、間違いなくあなたのことを信頼して微笑みかけてくれていると思ってくださいね。4、ボディータッチしてくる。女性同士で腕を組んだり肩にもたれたりしているところを見たことはありませんか？男性同士ではあまり考えられないかもしれませんが、女性って気を許した女友達にはどんどんボディータッチするんですよね。私も大笑いした拍子に女友達の肩を叩いたり、疲れた時に軽くもたれかかったりしちゃいます。つまり体の距離と心の距離はイコールだということ。信頼している相手には自然と体の距離も近くなっていくものなんですね。逆にこのボディータッチって印象の悪い相手には 120% やらない行動です。どんなにかっこよくても、この人のことは信用できないと思う相手には自分から触れることは絶対にないんです。軽くでも女性の方から触れられたことがあるなら、恋愛に発展させる準備が整っているよというサインだと思って間違いありませんよ。5、いくつも質問される。当たり前ですが、聞きたいこと、知りたいことがあるからこそ質問しますよね。これ、興味のない相手にはそもそもこんな気持ちにはなりません。聞きたいことがないのに質問が出てくるはずありませんよね。
質問してくるだけでなく、いくつも質問してくるなら、これはあなたに心を許してもっと距離を縮めたいなと感じている証拠。特に恋愛に関する質問が多い場合は、あなたを好きになっていいかどうかを見極めるための最後の情報収集をしている可能性が高いです。適当に答えることなく、一つ一つ丁寧に答えていくことで、あなたの魅力を効果的にアピールすることができますよ。ただ中にはただの興味本位で恋愛トークを楽しんでいる女性もいます。この場合も他の項目にも当てはまるところがないかチェックして冷静に判断してくださいね。6、間接キスに抵抗がない。一緒に食事をしているときに、それ美味しそう、一口ちょうだいとか、これめちゃくちゃ美味しいから一口飲んでみてなんて言われたらドキッとしてしまいますよね。間接キスを嫌がらないのは、あなたのことを信頼しているからに他なりません。注意していただきたいのが、あなた以外の男性にも平気でこの一口をしているかどうか。もしも誰にでもしているようなら、間接キスに抵抗がないか、ただたくさんの男性にチヤホヤしてほしいだけの小悪魔系の女性ということになります。なかなかここまでの女性はいないものの、間接キスされたら誰でも俺に気があるのかもと舞い上がってしまいますよね。この状態は冷静さを欠いているので、どうしても相手のことを客観的に見ることができなくなってしまうんです。のぼせてしまった状態で一気に距離を縮めて、ごめんそんなつもりじゃなかったと玉砕するなんてことがないように、ドキドキするときこそ相手のことを冷静に見るようにしてくださいね。7、相談してくる。弱みを見せられる相手、つまり心から信頼できる相手にしか相談事ってできませんよね。女性は男性に対して頼りたい、甘えたいという気持ちを持っています。そしてこの両方が一度に叶えられるのが悩みを相談するときなんですね。もしもこれまでに相談事を持ちかけられたことがあるという人は、女性からの信頼を勝ち取るだけのポテンシャルがあるということ。もしも過去に恋愛に発展しなかったという場合でも、相談の裏に隠された女性の本音を知った今なら、迷わずアプローチすることができますよね。反対に一度も相談されたことがないという方もご安心ください。女性が相談したくなる男性には決まって共通点があります。それが仕事に打ち込んでいる男性。仕事と相談って何の関係があるの？と思われたかもしれませんね。ですが、女性にとって頼れるかどうかを判断する最も信憑性の高い判断基準が、仕事ができるかどうかなんです。ですから、女性からの信頼を得ようと思うなら、まずは目の前の仕事に全力で打ち込んでみてくださいね。今日ご紹介した項目の中で、最も恋愛感情に近い項目はどれだか分かりますか？間接キスに抵抗がないだと思われた方が多いんじゃないかと思うんですが、正解はズバリ7つ目の相談してくるなんです。実は悩み相談がきっかけになって恋愛に発展することってものすごく多いんですよね。悩みの重さに関係なく、相手が弱みを見せてきた時こそ一気に畳みかける大チャンス。絶好の機会を逃さないよう、今日の動画の内容をしっかり覚えていてくださいね。今日の動画は以上になります。いつもたくさんのコメント本当にありがとうございます。動画の率直なご感想や、こんなことが知りたいというリクエストなど、今後もどんどんコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。また今回の動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。